ベーカーズフィールド、ベーカーズフィールド、ベーカースフィールドはカリフォルニア州中南部間群に位置する内陸の都市であり、同軍の軍庁所在地である。人口は約34万人、2010年で単独で都市圏を形成するベーカーズフィールド都市圏はカリフォルニア州で9番目に大きな都市圏である。また、フレズノと同様サンフランシスコとロサンゼルスを結ぶ内陸の 中継点に位置しており、近辺の商業中心地であるほか、周辺の農作物集産地となっている。一帯には、肥沃な農地が広がり、野菜、果物、綿花を集産するほか、アルファルファなどの牧草栽培も盛ん。カーン郡は、全米で4番目に、農作物収穫量の多いカウンティであり、その集産地として発展した。また、19世紀に油田が発見されてから、 石油生成が市の主産業となっており、州を代表する石油化学工業都市として知られたが、機械の自動化や生成量の減少に伴い雇用力が減退しており、今日では主な雇用先が役場と農場が占めるなど、その地位は大きく低下している。また、地域の特色として、市内には全米最古のバスク人コミュニティが存在している。市名は、 1860年に都市を創設したトーマス・ベーカーにちなむが、もともとはの居住地であり、後にスペイン人が訪れるも、メキシコ独立革命へ勃発の頃までは多く、翌族が居住でいた。彼らが去っていったのは、その2年後、1862年に壊滅的な洪水被害が起きたためである。しかし、その後の1865年、 韓軍で油田が発見されたことで、ゴールドラッシュによって築かれ、そして金が採掘できなくなり、捨てられた多くの都市からの住民が移り住み、軍庁所在地も山岳の鉱山町ハビナ、ハビナは現在ゴーストタウンとなっているか移された。20世紀初頭には石油化学工業が発展、同市は一体の商工業中心都市として発展を遂げた。しかし、1952年に、 韓軍を震源とするマグニチュード7.5の大地震が発生、ベーカーズフィールドも甚大な被害を受け、人的被害や家屋の倒壊被害だけでなく、テハチャピ山地から土砂災害と洪水が発生、綿花畑を中心に農場は壊滅的な被害を受けた。そして、その後群発した余震によって歴史的な街並みも姿を消した。しかしながら、 1970年から2010年に、至るベーカーズフィールドの人口は400%増加しており、ロサンゼルスに車で5時間という近接性や、ロサンゼルス方面からも、ジョアキン渓谷観光の拠点として転し、また、一体の農業集産地、食品加工拠点として、最高を遂げている。1990年には、ザ・ナショナルシビックリーグより、 アメリカで最もコミュニティに優れた都市の一つとして表彰もされている。ベーカーズフィールドは北緯35度21分26秒、整形119度1部54秒にある。アメリカ合衆国統計局の調査によると 296.3km を占め 292.9km が陸であり 3.4km が池や川である。 1.14%を水が占めている。2000年の統計によると247,057万人が住んでおり83,441万の世帯69,95万の家族が住んでいる。人口密度は843.4人 km である。88,262万8件の住居があり301.3件 km である。 人口の61.87%が白人、9.16%がアフリカ系アメリカ人、1.40%がアメリカ先住民、4.33%がアジア系、0.12%がハワイやグアムなどの太平洋の島々からの移民 18.、18.68%がその他の民族や人種、4.43%が2つ以上の民族や、 人種を親に持ち32.45%がヒスパニック系である。83,441世帯のうち42.5%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、52.1%は夫婦で生活している。15.5%は未婚の女性が世帯主であり、26.9%は結婚していない。 21.5%は1人以上の独身の居住者が住んでおり、7.2%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.92人であり、結婚している家庭の場合は3.41人である。人口の32.7%が18歳未満で、10.1%が18歳から24歳。 29.9%が25歳から44歳。18.6%が45歳から64歳。8.8%が65歳以上である。平均年齢は30歳である。女性100人に対し、94.6人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、90.8人が18歳以上の男性である。 一世帯の平均年収は39,982ドルであり、結婚している家庭の場合は45,556ドルである。男性の平均収入が38,834ドルであるのに対し、女性は27,148ドルである。住民一人あたりの収入は17,678ドルであり、人口の18.0%、 14.6%の家庭が貧困状態にある。18歳未満の24.4%、65歳以上の8.4%が貧困状態にある。ベーカーズフィールドの雇用を支えるのは、カーン軍やベーカーズフィールド市といった役場関連と一体に広がる大規模な農園であり、農作物は、ブドウ、柑橘類、アーモンド、人参、アルファルファ、綿花、 バラなど幅広い。また、そこから生まれた、ザジャマラカンピニツはカットニンジン、ジャガイモなどの野菜の加工食品大手として、数千人の雇いを生み出している。一体の医療の中心でもあり、医療機関従事者も多い。また、発展が目覚ましいのは、配電機器産業であり、人件費や地価が高騰した、ロサンゼルスやオークランドから、多くの企業が場を移転させている。一方で、 かつての使用雇用をもだった、シェブロンは1000人程度の雇用に止まっており、石油化学工業はもはや主力産業でなくなりつつある。ベーカーズフィールドは、急な人口増加に伴い、治安も急激に悪化している。2017年におけるモーガンクイット脳の犯罪発生率リストによると、州内ではサンフランシスコと並び最悪クラス、全米でも高い水準にあり、 特に殺人及び家庭内殺人が多い。また、その背景には2000年ごごろからギャングが潜伏してきていることがベーカー・アッツ・フィールド警察によって指摘されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。